午前中に調子が悪い理由。精神科医カバサワシュンのカバチャンネル。今日は質問いただきました。桃子さん62歳女性、午前中はだるくてぐったり寝ているのに、その後動いていると他人からは明るく元気だと誤解されます。私はうつ病じゃないように見られますが、かといって暗くなれません。どうしたら良いのでしょう。午前中はぐったり寝ているのに、午後になると元気になるっていうのはうつ病の特徴ですけどね。これはねちょっと専門的になるんですけど、日内変動っていうのがあって、うつ病の患者さんの特徴は午前中はものすごく調子が悪くて動けないし、ぐったりしていて何もできないし起きれないし仕事にも行けないかもしれないけど、午後になると比較的元気になって動いたり家事ができたり外出できたりするっていうのが一般的な古典的なうつ病の非常に特徴的な症状です。だからこの方はうつじゃないっていうふうに書いてあるんだけど、本当にうつじゃないのかというのが私今この一瞬で読んだ時の直感ですよね。だからあまりにも午前中のだるさが尋常でないのであれば、精神科に一度行ってちょっとちゃんと見てもらった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりもします。あと朝起きとかどうでしょうかね。朝起きが悪いです。うつの方は朝起きた時が一番調子が悪いとおっしゃる方が多い。朝起きた時この世の果てでもう死にたいっていう、そういう気持ちに襲われてる方が多いです。うつの方はそういうことを言う方が、なのでこの方も結構そういう傾向があるんじゃないかなと思いますので、もしそうだとしたらちょっとうつ病まで行ってないかもしれないけど、うつの一歩手前の状態とかね、うつの前段階の状態ってことはちょっと考えられますので、私としてはちょっと心配かなと思いますね。なのでまあちょっと一度きちんと見てもらうってこともね、考えてもいいのかなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。